はい、皆さんこんにちは。歴戦2コースの川原です。では2021鑑定理論論文ブリッジ講座1回目講義を行っていきます。この論文ブリッジ講座は、論文合格コースの中で鑑定理論についてまずね受講していただく、論文向けのトップバッターの、鑑定理論の講座ということになっていきます。でこれ論文向けなのでまずはこうガイダンス的に論文本試験の概要について説明をしていきます。はい、こちらの願書を使って論文試験ですね、概要を説明していきます。今これ収録しているのは、令和2年の本試験前にこれ収録していますので、皆さんが受けるべき本試験は令和、3年になってくると思うんですけど、今手元にある願書が、平成31年、令和1年の願書になりますので、ちょっとこちらを使って本試験の概要について説明をしていきます。まずはちょっと形式面、手続き面なんですけど、願書の受付期間ですね。例年、2月の下旬から3月の上旬が、手続き期間ですね。願書の受付期間となっています。担当免除で論文から受ける方も、担当本試験の時と同じように、同じ日程ですよね。2月の下旬から3月の上旬で、受験手続きを行う必要がありますので、忘れずに、必ず毎年、一人二人、受験手続きを忘れてしまいましたという方いるんですけど、そればっかどうしようもできませんので、しっかりとね、担当免除の方も、このね、担当の時と同じように、2月の下旬から3月の上旬という形でですね、手続きを行うようにしてください。で、この2月の下旬から3月上旬ね、日程近づいてきた時には、レックの不動産鑑定士課のホームページのところでもね、注意喚起していきますので、そのあたりもね、見るようにしてください。で、論文本試験の試験期日なんですが、例年ですね、7月の下旬から8月上旬の同日月の連続する3日間が論文本試験の試験期日ということになってきます。最終日月曜日ですので、お仕事されている方はね、事前にお休みを取っていただく必要があります。でこれは平成元年の試験期日なんですけど、皆さんが受けるべき、令和3年ですよね。2021年度、例年通りですと、2021年度ですね。例年通りですと、7月の31、で、8月の1日、2日という日程になると思います。あくまで予定ではあるんですけど、例年通りならば、皆さんが受けるべき2021年度、令和3年度の論文本試験の試験期日は、7月の31日、で8月の1日、2日、同日月という形で、予定されているということになってきます。正式には、受けるべき年の、令和3年の、1月ぐらいに正式に日程が発表されますので、そちらでしっかりとね、最終的には確認するようにしてください。で、あとは、試験地なんですが、受験する場所ですよね。担当本試験は全国10箇所が試験地となっているんですが、論文本試験は全国で3箇所しか試験地がないものとなっています。東京、大阪、あと福岡ですね。この3つだけです。なので、大半の人が、3日間ということも含めて、ホテルを取って、ね、受験する必要が、ね、あることになってきます。今ホテルってインバウンドとかの影響で結構、取れないとかそういったこともありえます。なので早めにですね、論文ね受けること決まっている方は、ホテル取っておく必要があると思うんですけど、で、受験会場というのは、毎年ね、基本的に変更がないものとなっています。なので一応これ令和元年の試験会場なんですけど、多分皆さんが受けるべき令和3年も変更がないんじゃないかなと思うんで、こちらちょっと説明していきます。まず、東京会場は、五反田の駅から、徒歩10分ぐらいのところですね。五反田の駅から徒歩10分ぐらいのところの、TOC 五反田メッセというところが、論文本試験の試験会場の予定ということになってきます。担当本試験は、水道橋の日大法学部ですので、担当本試験と違う試験会場が東京の論文本試験会場ということになってきます。五反田駅から、徒歩10分ぐらいの、この、TOC 五反田メッセが一応、予定ということになってきます。で今度関西ですよね。大阪は、天満駅、大阪駅から、環状線で一つ隣の駅ですね、天満駅から徒歩2分のところにあります天満研修センターというところが、例年ですと、論文本試験の試験会場で、これ担当本試験と同じ試験会場ですね。天満駅から徒歩2分ぐらいの天満研修センターが、関西の大阪の試験会場ということになってきます。
で、福岡ですね。福岡は、吉塚駅ですね。まあ、博多駅か隣の駅ですかね。から徒歩1分のところ、まあ、駅前ですかね。福岡県の中小企業振興センタービルというところが、例年ですと論文本試験の試験会場となっています。これは担当本試験と同じ試験会場ということになってきます。なので、早めに、この試験会場に、ね、できるだけ日に近い方がいいので、試験会場に近いですね、ホテル予約していただいて、で、正式には、6月ぐらいに正式にね、試験会場が発表されます。まあ、本試験8月ですので、2ヶ月ぐらい前ですね。で、その時に例年通りじゃなければ、まあ、2ヶ月前ですとホテルキャンセルしても多分無料だと思いますので、試験会場別のところを取っていただくという形で、早め早めにですね、試験会場例年通りということを前提に取っていただいて、で、違ったらキャンセルして別のところを取るですね、そういったこう、ね、準備も必要ということになってきます。はい。では続きですね、もう一度願書を見ていただきまして、では、試験科目ですね、見ていきます。担当式試験は、試験科目は、行政法規と鑑定理論ですね、2科目です。で、行政法規という科目は、担当式試験だけの科目ですので、論文ではなくなります。で、鑑定理論は、まあ、専門科目です、専門科目。なので、論文本試験でも出題されます。論文本試験でも、この鑑定理論ですよね。試験科目になっています。専門科目です。鑑定理論ですよね。とともに、まあ、教養科目と呼ばれるんですけど、専門科目であります、鑑定理論に加えて、教養科目、民法、経済学、会計学ですね。計3科目、教養科目が加えられまして、計4科目で試験が課せられるというのが論文本試験ということになってきます。で、この専門科目であります、鑑定理論なんですけど、出題形式が2つに分かれていきます。出題の形式が2つに分かれていきます。まずは教養科目、民法、経済学、会計学と同様にですね、まあ、文章を書いていく論文形式ですね。論文です。論文ですね。まあ、教養科目と同じです。文章を書いていく論文ですね。と、あとは演習という形式ですね。演習というのは、まあ、電卓を使って計算をしていく、簡単な鑑定評価報告書を作成していくような、まあ、計算問題ですね。電卓を使った計算問題が演習ということになってきます。で、この演習については、演習対策講座という方で演習の対策を行っていきますので、この論文ブリッジ講座は、出題形式ですと、この論文の方の対策を行っていくね、そういった講座ということになってきます。で、問数何問出題されるかと言いますと、問数は、大問2問ですね。基本的には大問2問。民法問題1、問題2という形で、まあ、大問2問ですね。2問。問題1、問題2。で、経済学も問題1、問題2で大問2問。で、会計学も問題1、問題2という形で大問2問ですね。ただ専門科目であります鑑定理論は教養科目の倍の問数が出されます。つまり2日目の午後ですね、まずは問題1と2が出題されまして、問題1と2で、3日目の午前中ですね、3日目の午前中に今度は問題3、4ですね、大問4問が専門科目の鑑定理論ですと出題されます。倍の問数ですね。あとは演習はやっぱり大問1問ですね、大きな問題1問が出されるということになってきます。で、配点はと言いますと、基本、問題1、1問50点満点で50点で、それが大問2問ですので、かける2問という形で、それぞれの科目、100点満点ですね。100点、民法100点満点。で、経済も100点満点ですね。2問で100点満点。で、会計学も2問で100点満点。で、2日目の午後鑑定理論、問題1、2で100点満点。で、問題3、4で100点満点ですね。で、演習1問丸々で100点が配点されています。なので、これ合計600点満点ですね。600点満点。600点満点で、そのうち300点。半分が鑑定理論の配点となっています。600点満点中半分の、ね、300点が鑑定理論の点数となっています。
配点の半分を占めていますので、やはり鑑定理論については多くの受験生がですね、時間をかけてしっかりと学習をしています。で、鑑定試験というのは相対評価の試験です。相対評価ですね。相対評価の試験である以上、他の受験生が多くの時間をかけて鑑定理論について学習をしているならば、負けないように皆さんも多くの時間をかけて鑑定理論については学習をする必要がある。やっぱ専門科目で配点の半分を占めて、で相対評価で他の受験生も多くの時間をかけて鑑定理論を勉強してますので、ね、皆さんも多くの時間をかけて鑑定理論ですね、学習していく必要がある。鑑定理論を苦手としているようですと、なかなか合格は厳しいということになってきます。では、敵をやっつけるためには敵を知る必要がありますので、実際の本試験問題確認をしていきます。実際の本試験問題ですね。はい、これ実際の、ね、本試験問題です。横書きで、A4 版の、ね、本試験問題ということになっています。で、拡大していきますと、令和元年のこれ不動産鑑定試験の論文式試験ということになっていきます。今収録しているのが令和2年の、ね、本試験前ですので、手元にある直近の本試験問題がこの令和元年の本試験問題ということになってきます。で、不動産の鑑定評価に関する理論ですね、鑑定理論に関する問題です。で、論文問題のこれ問題と3と4ですね、3日目の午前中で出題される問題3、4ということになってきます。で、これ100点満点で、これ試験時間2時間ですね、2問を2時間で解いていきます。これ3日目の午前中ですので、10時から12時2時間で論文問題ですね、3、4、2問を解いていく、そういった、時間配分になっています。じゃあ実際の本試験問題見ていきましょうかね。こういった試験問題は、秘密保持のために、あの刑務所内の印刷するところでこう作成されるなんて聞いたことあるんですけど、この不動産鑑定士の本試験問題もそうかもしれません。で、これペラペラめくるような形になっていまして、ね、めくるような形ですね。で、こう配布されて、で初めって言われるとこうペラッとめくると問題文がある、ね、そういった形式になっています。めくってちょっと確認していきましょう。はい、大問2問ですので、問題3と問題4という形でですね、大問2問が出題されています。それでこう50点満点で合計200点満点という形になっています。では問題4の方でちょっと見ていきましょうかね。どんな問題出てるか確認していきましょう。はい、問題4ね、問題文ちょっと確認していきます。問題4、区分所有建物及びその敷地の鑑定評価に関する次の各設問に答えなさい。小問の1、先鋭部分が自用の場合に鑑定評価額をどのように決定するか簡潔に説明しなさい。また積算価格をどのように求めるか簡潔に説明しなさい。小問の2、先鋭部分が賃貸されている場合における鑑定評価額は、収益価格を標準とするものとされているが、その理由を簡潔に説明しなさい。小問の3、区分所有建物その敷地にかかる固有の個別適用の一つとされる敷地に関する権利の対応とはどのようなものを言うのか簡潔に説明しなさい。小問の4、区分所有建物その敷地の鑑定評価を行う場合における一棟の建物及びその敷地の再調達原価に関し次の各問に答えなさい。丸1、再調達原価をどのように求めるか簡潔に説明しなさい。丸2、開発リスク相当額とはどのようなものであるか簡潔に説明しなさいとなっています。このように本試験問題は採点しやすいように、まあ、書きやすいように、小問形式で出題されます。大問2問なんですけど、それぞれ小問形式で出題されるのが通常ということになってきます。どうでしょうかね。今問題文読んでみてなんとなく書けそうな気がしますかね。これ実際の本試験問題ということになってきます。はい、あとはちょっと注意事項がありますので、もう一度表紙も取りまして、では注意事項の、じゃ縦4のところね、縦4のところと見ますと、回答は回答用紙の所定の欄に黒もしくは青のボールペンまたは万年筆で丁寧に書いてください。鉛筆等で書くと無効となりますとなっています。
担当本試験はマークシートですので鉛筆を使ってマークする必要があったんですけど、論文本試験は筆記用具としましては、黒もしくは青のボールペンまたは万年筆が筆記用具として指定されています。なので早めに自分に合った筆記用具をですね選んで準備しておいていただきたいということです。要はねやっぱりね論文ねかなりの文章を書いていきますので、書きやすくて掴みにくいですね筆記用具いろいろ試していただいて、あのレッグの答案練習会でいろいろ試していただいて、書きやすくて掴みにくいですね筆記用具をですねいろいろ試して早めに準備していただくということになってきます。まあ細すぎてもダメですし太すぎても書きづらいですかね。あとにじみにくくて乾きやすいですね、そういった筆記用具必要になってきます。私は受験生の時は、青の万年筆使ったんですよね。黒また青でこう、ね、黒が多いと思ったので青だと目立って、あとね青はね、採点する人にこう、ね、目に優しいみたいな、まあ、そういった噂なんかあったので青の万年筆使いました。まあ、実際採点は、受験生が書いた回答用紙をコピーして採点するようですので、あの色はね全く関係ないかもしれません。まあ、いずれにしろ黒また青ですね、の、ボールペンまた万年筆ですね、ジェル状のボールペンとかその辺りがいいかもしれません。いろいろ試していただいて、で、消せるボールペンってありますよね。あれは、使ってはダメと願書に示されてますので、あのそれは使用しないでください。それ以外でこのジェル状のボールペンの方もいろいろ試していただいて、書きやすくて疲れにくいですね、でにじみにくくて乾きやすいですね、そういった筆記用具ですね、いろいろ試して早めにね自分の筆記用具ですね、選んでみるようにしてください。あとは、注意事項じゃない縦さんのところを見てください。問題用紙は表紙を含めて2ページ、回答用紙は表紙を含めて5ページとなっています。回答用紙ですね。じゃあ実際回答用紙確認していきましょうね。実際の回答用紙がこちらですね。あの問題と問題文とかこの回答用紙のデータは国土交通省の国家試験の案内みたいなところですかね、そちらにあのデータがアップされてますので、あの皆さん誰でもあのデータね、問題用紙回答用紙見ることができます。これ打ち出したものなんですけど、令和元年の、鑑定理論の論文問題の3と4の回答用紙ということになってきます。で、実際はですね、こう回答用紙のホチキスは外さないでください、注意書きがあるんですけど、実際こう上ですね、あのホチキスでホチキス止めがされているような、そういった形式実際の本試験ですとなっています。でこう表紙がありまして、この表紙は、受験時丸下リアと受験番号とかね、自分の名前をですねここに記入するのが表紙ということになってきます。で実際回答を書いていくのは、まず問題3の1ページ目で、問題3の2ページ目で、問題4の1ページ目、問題4の2ページという形になっています。1問あたり2ページの回答用紙が与えられるということです。で、1ページあたりこれあの25行の行数が与えられています。1ページあたり25行でかける2ページですね、それが1問です。要するに50行ということですね。1問あたり50行の回答用紙が与えられているんですね。25行かける2ページがこう2セットですね。問題3問題4ですね、それぞれ2ページ、25行かける2ページの50行が回答用紙として与えられているということになってきます。会計学は、独自の回答用紙なんですけど、民法と、経済学はこの鑑定論論文の回答用紙と同じですね、25行かける2ページの、回答用紙が与えられるということになってきます。こちらを使って回答を、ね、作成していくということになってきます。ではどういった回答を作成する必要があるのかということですね。先ほど問題文見た、問題4の、ね、回答ですね。レックでは本試験の、まあ、2日後3日後ぐらいに回答速報という形でですね、回答例をですねホームページにアップしていきます。でそれこれ打ち出したものなんですけど、実際の、ね、回答速報で出したものになっています。ちょっと内容はいいので、内容はねちょっと気にする必要はないので、ちょっと形式面なんですけど、回答速報の回答例なんですけど、こうアンダーラインが引かれてる、線が引かれてるの分かりますかね。でちょっとね若干見づらいんですけど、この実践が引かれてるところはこれ基準から引用されてるって意味なんですね。でちょっと区別が、ね、若干しにくいんですけど、分かりますかね。
波線が引かれてるところ、波線が引かれてるところはこれ留意事項から引用するって意味なんですね。実線が基準で波線が留意事項から引用するって意味です。ね、この回答例ですね、全体的にこう見ていただきますと、こうほぼほぼアンダーラインが実線かもしくは波線が引かれてるのは何となく分かりますかね。全体のこれ回答を見ていただきますと、ほぼほぼこうラインが引かれてるというのは分かりますかね。つまり鑑定理論の回答というのは、なんか現場で考えて自分でオリジナルの表現を書いていくとか、それがね鑑定理論の回答の作成でなくて、鑑定理論の回答というのは、論文の回答というのは、暗記してきた基準留意事項をですね、現場で吐き出すですね、そういった回答が求められています。基準留意事項を使って駆使して作成していくのが基本的には鑑定理論の論文の回答ということになってきます。そういった回答がこれ示されているということになってきます。でこの回答例なんですけど、回答例ですね、回答例なんですけど、これね、超模範回答例です。模範回答例、しかも超模範回答例です。つまりこの通り書けないと本試験で合格することができないかというと、決してそういったものではないんだということを理解してください。どれぐらい書ければ合格できるかと言いますと、願書にですね、一応合格ラインが示されてまして、願書ですと、願書には総合点でおおむね6割を基準とすると目安が示されてるんですね。なのでこの模範解答例の、模範解答例のおおむね、まあ、6割ぐらいかければ十分本試験で合格することができます。これ全て書けなければ合格することができないとか、そういったものじゃないんだってことで、あくまで超模範解答例です。私現場でじゃあこの模範解答例で書けるかというと書けないです。なのでね、超模範解答例だと思ってください。このね、5割、あ、6割ぐらい書ければ全然合格することができるんだということです。例えばの経済学の解答例ですね。初めてこう経済学の模範解答例を見ると、特に鑑定試験はね、文系の方が多いので、経済学の解答例を見ると、グラフとか数式とかって、いきなりちょっとパニックになっちゃうと思うんですけど、こんな解答例書けるのかなって思っちゃうと思うんですけど、書けるようになりますよ、全然。いきなり見ると厳しいと思うんですけど、あくまでそれ超模範解答例で、最終的には、ね、しっかり講義聞いていただければ、経済学ね、全然解答例書けるようになります。さらに言うと、経済学はちょっと難しい問題が出たりしますので、そういった難しい問題ですと、解答例の4割とか3割ぐらい書ければ合格できるとか、そういった問題もあるぐらいですので、とにかく解答例というのは、ね、超模範解答例なので、その通りね 100% 書けなければ合格することができないとか、そういった解答例ではないんだってことはね、理解をしておいてください。はい、あとはではこれから受けていただく鑑定理論の論文ブリッジ講座の、ね、位置づけについてこの説明をしていきます。では出元、鑑定理論論文ブリッジテキストと書かれているね、表紙に書かれているテキストをちょっと準備してください。はい、論文ブリッジテキストと書かれている表紙の、ね、表紙になっているテキストをちょっと準備をしてください。でそちらの表紙めくっていただきまして、端書きがあって、ね、それもめくっていただきまして、ね、左に目次があって、で次ですね、ブリッジ講座の位置づけと書かれているところですね、そちらをちょっと見てください。はい、ブリッジテキスト表紙めくっていただきまして、で端書きで飛ばして、で目次飛ばして、ブリッジ講座の位置づけと書かれているところね、そちらをちょっと見てください。はい、こちらでこれから受けていただく鑑定理論ね、ブリッジ講座の位置づけを説明していきます。ではまずこのブリッジ講座ですね、どういった方を対象としているのか、対象者について説明をしていきます。ご指摘たいのところ、本講座は担当対策として一通り鑑定理論を学習した方を対象とする講座となっています。鑑定理論の基礎知識を身についている方を前提にですね、対象として行っていく講座がこのブリッジ講座ということになってきます。本文のところ、鑑定理論は担当式、論文式共通の科目であり、ベースなる知識は基本的には担当論文共通で、アウトプット回答の仕方が異なるだけとなりますとなっています。担当特有、論文特有の知識というのは基本的にはありません。学べき知識は共通で、まあ、回答の仕方、アウトプットですね、マークシートでマークをするのか論文で書くのか、アウトプットの仕方が違うだけで、知識は共通ということです。
つまり担当対策の基礎知識がそのまま論文対策の基礎知識となってきます。なので続きの文章、そのため本講座においては鑑定理論の全体像をざっくりとは総ざらいしますが、論文対策としてゼロから鑑定理論の知識を学ぶということは行っていかないんだということになってきます。担当対策として鑑定理論の基礎知識を身についていることを前提に講座を進めていきますので、ゼロベースで論文対策として知識をインプットしていくような、そういった講座を行っていかないんだということになってきます。はい、なので従って、担当合格コースを同時に申し込んでいる方、括弧飛ばしては、まずは担当合格コースに含まれている合格基礎講座全20回を受講してから本講座受講するようにしてくださいということになってきます。担当のコースを同時に申し込んでいる方ですね、具体的には括弧の中、担当論文フルコースもしくは担当論文基礎コースの受講生の方は、まずは担当合格コースの中に含まれているこの合格基礎講座鑑定論全20回ですね、こちらは担当論文共通の、基礎知識をインプットしていく講座ですので、まずはこちらですね、担当コースの中 の、 この合格基礎講座鑑定論全20回受講してからこのブリッジ講座ですね、受講するようにしてください。まずね、受けていただくものは担当コースの中に含まれている担当論文共通の、知識基礎知識を身につけていく、この合格基礎講座全20回ということになってきます。さらにまた書き、また独学の方など担当対策として鑑定理論の理解が不十分と感じられている方は、論文合格講座の特典である可燃度の担当向けの演習講座全10回ウェブ講座を使用するなどしてから本講座受講するようにしてくださいということになってきます。独学で担当を受かった方とか、あとは、鑑定理論のこう理解がちょっと不十分だなと感じられている方は、論文コースの特典として、昨年度の、担当向けの、スーパー速習講座全10回のウェブ講義が特典としてついていますので、この全10回ね、ざっとで構いませんので視聴していただいて、鑑定理論の基礎知識ですね、ある程度確認した上で、このブリッジ講座ですね、受講するようにしてください。とにかくこのブリッジ講座というのは担当対策として鑑定理論の基礎知識を身につけているということを、前提に、そういったことを対象に講座ですね、行っていきますので、担当合格コースの合格基礎講座全20回受けていない方はまずそれを受けていただいて、あとは独学だったり基礎知識がちょっと不十分なので感じられている方は、特典としてついている速習講座ですね、10回分ざっとで構いませんので聞いていただいた上で基礎知識を確認した上でこのブリッジ講座ですね、受講するようにしてください。なのでもしも受講してない方は、一旦これ受講をやめていただいて、そちらの講座を見ていただいてからまたこのブリッジ講座受講するようにしてください。はい、では続いてこの講座の目的ですね、確認していきます。ご指摘、本講座は鑑定理論の論文を書くため準備をする講座となっています。担当の正誤を判断するために身につけた知識を、論文を書けるようにしていくためのですね、講座ということになっていきます。担当対策として身につけた知識を、論文書けるようにしていくために、知識を拡充していくような、そういった意識づけをしていくような、そういった講座がこのブリッジ講座、そういった目的があるんだということになってきます。本文のところ、本講座は担当と論文の橋渡し的講座、ブリッジ講座、つまり担当対策として学習した鑑定理論の基礎力を論文を書けるような知識にコンバート変換していくことを、まずは目的としています。担当対策として身につけた知識を、論文で書けるようにしていくって意識づけですね。とともにですね、3行目、鑑定理論の回答の方、書き方を身につけることを目的とした講座ともなります。論文で文章を書いていく必要があります。で、文章には書き方ですね、回答の型があります。特に鑑定理論は特有の回答の型がありますので、この鑑定理論特有の書き方、回答の型をですね、実際の問題なんかを使いながら身につけていく、そういったことを目的としているのがこのブリッジ講座ということになってきます。次の段落、本講座の受講にあたっては、特に縦の理解、深い理解、各概念の必要性等と、横の理解、横断的理解、他の章との関連等を意識することが重要となってきます。担当対策としては、知識をぶつ切りで理解しても十分担当としては合格することができるんですけど、一応論文対策になってきますと、こうぶつ切りの知識ではダメで、まずは縦の理解、各概念の必要性等々の面は深い理解ということね、
あとは、横の理解ですね。他の章との関連等との横断的な理解ですね。こういったことが本試験で聞かれますので、論文対策としては、より深く、より横断的に、縦の理解、横の理解をね、意識して学習をしていく必要があるんだということになってきます。はい。では、配布されている教材について説明をしていきます。まずは今見ていただきました、この、鑑定理論、論文ブリッジテキストですね。これブリッジ講座特有のテキストということで、オリジナルテキストということになっていきます。で、後ろの方に問題がありません。6問ほどですかね。問題を使って回答の方を身につけていくようなオリジナルテキストになっています。続いて、2021合格基礎テキスト鑑定理論というものがお手元届いていると思います。これメインテキストですね。基本テキスト、担当論文共通の基本テキストということになっていきます。で、受講生の中には担当対策として2020年度の合格基礎テキストお手元ねある方もいらっしゃると思います。鑑定理論は大きな改正ありませんので、お手元の2020年度向け、例えばメモ書きとかしてこう自分のテキストになっている方もいると思うので、少しマイナーチェンジはしてるんですけど、基本的には大きくは変更していませんので、お手元2020ですね、2020の合格基礎テキスト、メモ書き等々で自分のテキストになっているならば、そちら使っていただいても、ね、全然問題ありません。ほぼ同じ内容にはなっています。で、続いて、2021効果系鑑定理論ですね。これ論文対策として、レック一押しの、論証例集ということになってきます。これ、ね、他の予備校の受講生なんかも何とか手に入れるとするですね。レックのオリジナルの論文向けの一押しのこれ論証例集ということになってきます。使い方はね、また後ほど説明していきます。3冊ですよね。ブリーチテキスト、効果基礎テキストで効果系ですね。で、これ講義で全部使っていきます。講義ではこの3冊ですね、使っていきますので、これからこれお手元この3冊準備していただいて、こうブリーチ講座ですね、受講するようにしてください。はい、じゃ一旦ここで切っておきます。以上をもちまして第1ユニット講義の方終了いたします。はい。で、第2ユニット講義の進めていきましょう。では、鑑定理論の論文対策の学習法ですね。ちょっと確認をしていきますので、お手元、ブリッジテキストの、では、ローマ数字の4ページ目ですかね。ローマ数字4ページ目。鑑定理論の論文対策学習法と書かれているですね、ページのところを開いてください。はい。ローマ数字4ページ目ですね。鑑定理論の論文対策学習法と書かれているところですね。そちら、ブリッジ講座の位置づけの次のページですね。開いてください。はい。よろしいでしょうか。まずは、じゃあ1つ目のポイントですね。黒字のところ。基準留意事項をより正確に暗記することが論文対策としては必要となってきます。本文。鑑定理論の論文作成は、事前にインプットした基準等の中から問いに対応したものを抽出し、それを正確に引用して論証することが基本となりますとなっています。先ほども実際の本試験問題の解答速攻の解答例で確認したと思うんですけど、自分のねオリジナル表現とかで現場でね考えて書くとか、そういったものじゃなくて、基本的には、準備してきた基準留意事項の中から、そのね問いに答えるために必要な基準留意事項をですね、把握して、それを抽出して、でそれをですね、使って駆使して、基準留意事項を使って使用して駆使して、回答を作成していくというのが、鑑定理論の論文の作成の仕方ということになってきます。なので、3行目、そのためにも、基準等について理解を伴わせた精度の高い暗記が必要となってきます。鑑定理論の学習方法というのは、一言で言うならば、理解を伴った精度の高い暗記を行っていくというのが鑑定理論の学習方法ということになってきます。基準留意事項について丸暗記じゃなくて、理解を伴わせた、しかも論文などで書けるレベル、精度の高いですね、書けるレベルの暗記をしていくことが、重要なんだということになってきます。で、続きましょう。4行目、相対評価である、相対評価の試験である不動産鑑定試験においては、受験生の大半が多くの時間を費やして基準等の暗記の精度を高めている以上、皆さんも周りにかき負けないように暗記を進める必要があるんだということになってきます。600万点中300点、配点の半分を占めています。なので、多くの受験生がですね、この基準留意事項の暗記ですね、一生懸命やっています。多くの時間をかけてやっています。なので、相対評価である鑑定試験においては、書き負けないように皆さんもですね、多くの時間を費やして基準留意事項の暗記ですね、進めていく必要があるんだということになってきます。
まあ、暗記暗記と言っています。でもいや本当に暗記必要なのと思いませんかね。いや理解していれば自分の言葉で書けばそれ点数もらえるんじゃないかと思いませんかね。いろいろ疑問があると思いますので一つずつ、ね、ちょっと潰して答えていきます。まずそもそも論としてですね、そもそも暗記は絶対に必要なのか、理解できていれば自分の言葉で書けば問題ないんじゃないかと思いませんかね。本当に暗記って絶対必要なのかってことです。本文、鑑定理論は基準等の暗記自体を試す試験ではありません。基準等の文言通りに記述していないから点数がつかないわけではなく、基準等の文言通りに記述していないことによって内容自体が間違っているため点数がつかないこととなってきます。暗記自体を試している試験ではありません。ただ基準通り書いていないと結果ですね、結果内容自体が間違ってしまって点数がつかない、減点されるんだということになってきます。なので抜群の理解力と抜群の文才があれば基準留意事項を暗記しなくても試験合格することができます。私10年以上講師やってるんですけど、今までたった一人なんですけど、基準留意事項ですね、ほとんど暗記せずに受かった受験生いるんですよね。びっくりしました。予備校の採点ですとね、全然点数つかないんですけど受かったんですよね。その方は抜群の理解力と抜群の文才と、あとね文字も綺麗、達筆だったんですよね。一人だけね、そういったね受験生がいます。ただ10年以上講師していてたった一人だけです。これかなりこれレアな合格者ってことですね。やり方としてはですね、これリスキーなやり方ということです。それはお勧めしないということになってきます。つまりは次のある、つまり実務を行っていない受験生が基準等の意味内容を完璧に理解するのは困難なり、ちょっとした記述の違いが大きな間違いとなることが多いんだということになってきます。基準留意事項というのは実際に評価を行う不動産鑑定士に向けた、まあ、実務規範ですね、行為規範です。なので実務を行っていない受験生が全部が全部基準留意事項の内容を理解できるかというと、それはね厳しいです。もちろん私が講義でしっかりと全部理解させるようにですね、講義をしていかなきゃならないんですけど、やっぱなかなかね、やっぱ全部が全部理解できるかというとそれ厳しいです。実際私もそうなんですけど、受かって実務を行って初めて分かる基準留意事項ね多々あります。で、例えばね去年とか今年の最終合格者もじゃあ全部が全部基準留意事項分かってるかというと、分かってないところで、ね、いっぱいあると思います。それが普通だと思ってください。なので理解ができていない状態でちょっと記述を変えたり、ちょっと記述を省略したりして、これぐらい大丈夫かなと思ってしまうことがあると思うんですけど、そのちょっとした違いが結果大きな内容の違いにつながってしまうことがあるということです。実務を行っていない状態で、理解が不十分な状態で表現をちょっと変えてもいいかなって形で安易に変えてしまうと、結果内容自体が間違ってしまうことになってしまうんだということになってきます。で次の7句、基準等を引用すれば減点はされません。そうですね、仮に丸暗記であったとしても対応する基準をしっかりと引用していれば減点されることはありません。つまり続けましょう。試験員に自分の理解を適切に伝えるためには、いわば共通言語といえる基準等を駆使して回答を記述することが最善策となってくるんだということになってきます。試験員も当たり前ですけど基準留意事項を暗記して不動産鑑定士に合格しています。つまり基準留意事項というのは受験生と試験員の、ね、共通言語なんです。共通言語です。共通言語です。なので自分の理解を適切に試験員にアピールするためには、やっぱり共通言語であります基準留意事項を使った方がやっぱり自分の理解をしっかりアピールできるんだということです。例えば英語が母国語の人に自分の理解をしっかりとね伝えるためには、それは当然ね言語だ、英語を使った方がいいということですね。だからやっぱり試験員に自分の理解を適切にアピールするためには共通言語であります基準留意事項をですね駆使して回答を作成するのが、まあ、ベター最善策なんだということになってきます。試験員は、問題ごとに1人ずつ、試験員が選ばれるんですね。教養科目ですと大問2問なので2人で、鑑定理論は大問4問出ますので4人の試験員が選ばれます。でそれぞれが問題を作成して、自分が作成した問題について責任を持ってですね採点をしていきます。で、論文を受けるのは1000人ぐらい、ね、受験生受けるんですけど、で8月試験があって、その、ね、すぐあたりに、試験を採点していくんですけど、こう、ね、夏の暑い盛りに試験員ってあんまり報酬もらえないって聞いたことあるんですけど、こう、ね、大変な暑い時期に1000通の、回答をです、ね、採点しなきゃならないとか、これ大変なんですよね。で1000通採点していきますので、1人当たりの採点時間というのは数分とやれています。でその数分の採点時間で
いい印象を持ってもらうための回答というのはどういった回答かというと、それはこう、ね、読んで引っかかりがないですね、初めから最後まですっと読めるような、そういった回答が印象のいい答案です。少ない時間でいい印象を持ってもらうためのそういった回答というのは、初めから終わりまでこうスッと読まれるような引っかかりのないですね、そういった答案です。それはやっぱり共通言語であります基準類似句を駆使した方が引っかかりのない答案ということです。例えば初めの2行読んだだけで基準類似句をしっかりと使われていれば、あ、この人共通言語の基準類似句をしっかり使っているのでって形でいい印象を持ってもらうので、その後こうね、さっとね、粗さが生されずにさっと読んでもらえるということなんですね。一方で初めからなんかオリジナルの表現使われているとやっぱりね、採点しなければならないので、オリジナルの表現でも読み込まなきゃならない、読み込むということはこれ粗探しになってしまうので、結果は点数が低いものとなってしまいます。同じ内容の回答で基準類似句を駆使した回答とオリジナルの表現で作った回答でどちらが印象がいいかというと、絶対に基準類似句を使った回答の方が印象は良くなります。なのでやっぱり、ね、自分の理解をしっかりとアピールするためには、やっぱり共通言語でありますので、この基準類似句を駆使して回答を作成するのが、ね、ベストな回答の仕方なんだということになってきます。はい、じゃあ暗記、どれぐらいのレベルで暗記をしていく必要があるのかってことですね。で、暗記の精度のレベルということになってきます。担当対策ですと、足の整合を判断できるレベルに、暗記の精度を、ね、持っていけば十分ということですね。一方論文というのは文章を書く必要があります。担当で足の整合を判断できるレベルと記述ができるレベルというのは正直格段の違いがあります。なのでレベルとしましては、本試験において結果的に7割程度の精度で基準等を引用できれば問題はありません。そのためには、手に負えや悪当点までは厳密に考える必要はありませんが、意識としてはほぼそのまま暗記していく必要があるんだということになってきます。結果的に本試験の場で7割レベルで示せれば、間違いはね、ほとんどない状態だと思いますので、しっかり点数がついていきます。なので、日本語としてしっかりと成立していれば、手に負だったり、句読点までは厳密に考える必要はありません。ただ、意識としては暗記していくときですね、ほぼそのまま 100% で暗記するって意識で、普段はですね、暗記をしていく必要があります。なぜかと言いますと、普段の意識から7割程度でいいと思ってしまうと、7割の意識で暗記すると、結果的には5割ぐらいのレベルになってきます。で、緊張する本試験の場ですと、それが4割ぐらいになっちゃうとかね、4割ぐらいの精度ですと、やっぱり内容が間違った状態になってしまいますので、やっぱり、ね、点数が伸びません。なので、結果的に本試験の場で7割精度で書くためには、普段の意識としてはほぼそのまま 100%、 10割の意識で暗記をしていただいて、でそれ結果的には8割ぐらいになってくると思います。8割ぐらいならば緊張する本試験の場でも結果的に7割程度の精度になってきますので、十分に点数取れることができる。なので普段の意識としては10割 100% ほぼそのまま暗記をしていく意識で暗記を進めていく必要があります。最終2行、また本試験においては基準等を思い出している時間はありませんので、瞬時に引用できるレベルにしておく必要があるんだということになってきます。本試験2時間2問ですね、1時間あたり1問ペースで回答を作成していく必要があります。本当に時間がないですね。だから本試験の場でこの基準って何だっけかなって思い出している時間は、ね、ないです。なので瞬時にガーッと吐き出せるような、であれもこう、ね、基準理事がマシーンみたいな形で準備してきたものを、ね、パッと吐き出せるような、そういった瞬発力がないと使える基準類似語の暗記とは言えないんだということです。限られた時間の中で瞬時に書いていかなきゃならないので、そういった瞬発力というんですかね、瞬時に出てくるようなこうマシーンみたいな形でダーッと吐き出せるように、基準類似語ですね、暗記をしていく必要があるんだということになってきます。はい、じゃあ今度はね、精度は分かりました。じゃあどれぐらいのね、範囲で暗記をしていく必要があるのかってことですね。隣のページ、ローマ字5ページ、暗記の範囲はってところを見てください。担当対策というのは、総論1章から各論3章までまんべんなく問題が出されますので、基本的な担当対策としては全範囲について学習を行う必要があるんですけど、論文対策としては一応出やすいポイント、出にくいポイントですね、一応メリハリをつける必要があります。本文、論文式試験において出題されにくい分野がありますので、イメージとしては基準が8割、留意事項が5割、トータルすると全体の7割程度が暗記をすべき範囲となってきます。そうですね、基準ですと大体8割ぐらい、留意事項ですと半分、5割ぐらい。で、トータルすると、平均すると全体ですと7割ぐらいの範囲で暗記をしていけば
十分ですね、論文対策対応することができます。つまり精度としても7割、範囲としても7割レベルで暗記をしていく必要があるんだということになってきます。では暗記の順番はってことですね。本文、基本的にまずは基準、続いて留意事項という順番で暗記進めていく必要があります。まずは基本であります基準ですよね。で続いて関連する留意事項まで暗記の範囲を広げていく、ね、そういった順番で暗記を進めてほしいということになってきます。で続きまた、章ごとのメリハリも意識すると良いでしょうとなっています。総論1章から各論第3章ですね、やはり出やすい章出にくい章というのがありますので、メリハリをつけてですね、学習していく必要があります。では章ごとのメリハリをですね、ちょっとつけていきましょう。でお手元豪華基礎テキスト準備してください。はい、合格基礎テキスト準備してください。では表紙めくって端書きで本書の特徴で目次があると思うんですね。この目次を使って章ごとにメリハリをつけていきますので、目次のところを見てください。はい、目次を使って章ごとにメリハリをつけていきます。ABC ランクでメリハリをつけていきます。C ランクというのはやらなくていいという意味じゃなくて、メリハリなので、まあね、一番最後の、ね、暗記のする場所ってことですね。 ABC ランクで、 C ランクというのはやらなくていいとかそういうことじゃなくてですね、メリハリなので優先順位が、ね、劣るという形なんですけど、最終的には暗記をする必要があるということになってきます。でまずは総論第1章ですね、不動産の鑑定評価に関する基本的考察、2章以降の具体的な概念の理論的根拠が含まれているのがこの総論第1章ですね、こちらは、C ランクということになってきます。 C ランクですね、まあ、10年に1回ぐらいこの1章がメインの問題が出される、そういった割合ですので、ランクとしては C ランクですね。優先順位としてはこう後回しにしているような章がまず総論第1章ということになってきます。続いて下、総論第2章、不動産の種別及び類型ですね、分類概念、これ問題における場面設定、まあ、前提として種別類型が関わってくることがあります。なので2章自体がメインの問題というのはそうね、可能性は高くないんですけど、場面設定として前提として記載されて、その前提が理解できていないと適切な回答が作成できないことになってしまいますので、これランクとしてはこう B ランクということになってきます。2章自体のランクとしては B ランクということになってきます。続いてページ進んでいただきまして、目次のローマ数字2ページ目真ん中あたり、総論第3章、不動産の価格に関する、不動産の価格を形成する価格形成要因ですね。価格形成要因は、本試験で出題される可能性が高い章になってきます。出題される可能性は高いです。ただ暗記すべき箇所は限られていますので、羅列されているところ全部が全部暗記する必要がありますので、まあ、そういった意味では、まあ、B ランクという形ですね。出題可能性は高いです。ただ暗記すべき箇所はですね、こう限定限られてきますので、まあ、そういった意味でこう B ランクということになってきます。続いて3ページ、はい、総論第4章、不動産の価格に関する諸原則ですね。こちらはちょっと抽象論ですね。やっぱり1章と同じでメインとして記載されるのは10年に1回ぐらいって感じですので、まあ、C ランクって感じですかね。優先順位としては後回しということになって、ただ、まあ、諸原則って11個しかないですよね。で諸原則はそれぞれの定義を押さえていただければ基本的には、ね、大抵の問題に対応できますので、ランクとしては C ランクなんですけども、早めに11個の諸原則定義さえ覚えてしまえば十分に対応することができますので、まあ、早め早めに11個の定義ですね、覚えていく、ね、いく必要があるということになってきます。では続いて総論第5章ですね、鑑定評価の基本的事項です。こちらは A ランクということになってきます。まあ、担当論文を通じて出題可能性が高い分野が総論第5章、鑑定評価の基本的事項ということになってきます。こちらね、ぜひ優先的に暗記をしてほしい章ですね、総論第5章ということになってきます。で続いて4ページ、はい、総論第6章、地域分析部個別分析です。こちらはまあ重要なんですけど、近年ちょっと地域分析絡みで出されたってこともありまして、ランクとしては B ランクっていう感じですかね。 B ランクです。重要なんですけど、出題サイクルという形ではちょっと B ランクね、そんな感じということになってきます。で続いて下、総論第7章、鑑定評価の方式ですよね、まあ、手法です。こちらは A ランクということになってきます。やっぱ重要な章ですね。
範囲も広くて、まあ、細かい留意事項なんかも、ね、多々出てくるんですけど、やっぱり試験対策としては頑張って、ね、優先的に暗記を進めていただきたい A ランクの賞が総論第7章ということになってきます。では続いて6ページ目進んでいただきまして、6ページ下、総論第8章鑑定評価の手順ですね。こちらは B ランクということになってきます。まあ10個の手順の中でもこの出やすい手順と出にくい手順がありますので、こうメリハリがあるんですけど、賞自体としてはまあ B ランクという形ですね。鑑定評価の手順 B ランクということになってきます。で続いて総論第9章ですね、7ページ鑑定評価報告書、これ形式論ですので、ランクとしてはこれ C ランクということになってきます。やはりメインとして出される可能性はそれほど高くはないので、これ加点授与の宝庫なんて言われるんですけど、まあ、形式論ですので、これ C ランクということになってきます。で出て各論ですね、8ページ目、はい、各論第1章科学に関する鑑定評価、こちらは賞自体としましてはやはり A ランクということになってきます。重要な賞ですね、各論第1章科学に関する鑑定評価は賞自体としては A ランクということになってきます。で下、各論第2章賃料に関する鑑定評価、近年ちょこっと出されていることも含めまして、一応ランクとしてはこれ C ランクということになってきます。まあ範囲も狭いんですけど、最近出されたってことも含めまして、各論第2章賃料に関する鑑定評価 C ランクということになってきます。で最後、各論第3章証券化対象動作の科学に関する鑑定評価ですね、こちらは B ランクということになってきます。第3章というのは平成19年度の改正で新たに加えられた章ということになってきます。で平成20年度から試験範囲になったんですけど、改正分野というのは本試験で出される可能性が高い分野でして、実際平成20年度から試験範囲になったんですけど、そこから3年連続で各論第3章ですね出題されています。で一通り出やすいところがね、その3年連続出されたのでしばらく出てなかったんですけど、またここね最近ですね、各論第3章ポチポチね出題されるようになってきています。だから2サイクル目が来たって感じなので、まあ、そういった意味でこう B ランクですね、ある程度暗記ねしていく必要がある賞なんだということになってきます。以上メリハリですね、C ランクもやらなくていいところでありませんので、まあ、優先的にまず A ランクからで B ランク C ランクで順番でですね、こうメリハリをつけて、まあ、賞ごとの暗記ですね進めていただきたいということになってきます。はい、ではまたブリッジテキストを戻っていただきまして、はい、ブリッジテキストローマ数字5ページのところですね、戻ってください。はい、ブリッジテキスト5ページ戻っていただきまして、では暗記の方法ですね確認していきます。どんな暗記の仕方した方がいいのかってことで、ね、確認していきます。で本文、暗記方法は音読、目読、書き写す、録音して聞くなど様々で、特に正解というものはありません。自分に合った暗記方法は早めに見つけることが重要となっていきます。絶対的な暗記方法で正解はありません。これ10人問いろということですね。いろんなやり方がありまして、結構ね自分に合った方法が一番いい方法ですので、早めに自分に合った暗記方法を見つけることが重要となってきます。続き、その際ハードルを高くして三日坊主とならないように、生活の一部として毎日続けられる方法を選択するようにしましょうとなっています。重要なのはこう毎日続けられる方法を選ぶというかですね、ハードル高くしても結局三日坊主だと意味がないということですね。なので生活の一部として毎日ずっと今後ね続けられるような暗記の仕方をですね選ぶということです。鑑定理論は基準類似語の暗記というのはこれから合格するまで、毎日もやる必要があります。他の科目の勉強と並行して鑑定理論の暗記はこれ必ず毎日です。ピアノの練習みたいなものですかね、ピアノの練習ってこう1日休むと取り返すのに何日もかかるとか、そういったことですね。鑑定理論の暗記は他の科目の学習と並行でこう毎日少しの時間でも構いませんので、こう毎日行う、だから毎日続けられる暗記の仕方をですね自分なりに早めに見つけるということが重要ということになってきます。というのはなく、特に働きながら学習する方は隙間時間を有効活用することがポイントとなってきます。そうですね、この隙間時間の有効活用が
暗記を行うよりは重要となってきます。こう通勤通学の時間をうまく使うということですよね。なのでもうざっくり言うと、あの机に座って勉強する子ね、その時間は他の教養科目だったり、まあ、鑑定理論で言うと演習の勉強に当てていただいて、机に座っていないですね、隙間時間は全て鑑定理論の基準類似語の暗記に当てていただくですね、まあ、そういった使い分けするといいと思います。机に座って勉強する際には民法経済会計学とか、あと鑑定理論の演習の勉強をして、でそれ以外ですね、もう全ての隙間時間を鑑定理論の基準類似語の暗記に当てるですね、そういった、使い分け、住み分けしていくといいと思います。で続いて読みましょう。また論文式試験なので書くということを意識すると良いということになってきます。最終的には書いていかなきゃならないので、こう書くということもですね、ある程度意識した方がいいと思います。で、私がやったやり方なんですけど、まあ、こういったこうペラ紙の紙がありますよね。こうやってこう広告なんかの裏から使っていただいて、私やったのは、音読と書くということをですね、両方行っていくこうハイブリッド的な暗記の仕方したんですけど、例えばこういった感じですね。例えば原価法の定義を覚える場合には、キーワードを書きなくっていくね。声に出して定義を言いながらキーワードについて書きなくっていくみたいな、まあ、そういった暗記の仕方をしました。例えば原価法ですと、原価法とは価格時点における対象動産の再調達原価を求め、その再調達原価について原価修正を行って対象動産の積算価格を求める商なんだみたいな形で、音読しながら自分で声を出しながらキーワードについてはこう、ね、書き殴っていくみたいな、まあ、そういった暗記の仕方をしました。でこうやってずっと全部ねこう書いていって、でその書いたものを私は捨てずにですね、それ取っておいて、で本試験の時にそのね取っておいた紙を見て、あ自分こんだけ書いたんだから大丈夫だという自信を持って本試験に臨んだって、そういったことをやりましたんで、まあ、やり方いろいろです。あの書くというのは、デメリットとしては時間がかかってしまいますので、時間という意味では、ね、全く書かないで暗記をするという方が、ね、多くいらっしゃいます。書くとどうしても時間を食ってしまうので、時間短縮という意味ではこう書かないで暗記をするという方法を選んでいる方が、ね、多々いらっしゃいます。一方でやっぱ自分は書かないとなかなか暗記をできないという方はですね、もう全部書きながら暗記をするから時間がかかるんですけど、結局暗記できなければ意味がありませんので、時間がかかってもいいので全部を書いて暗記をしていくという方もいらっしゃいます。とにかくね、それぞれ自分に合う方法を選ぶということです。で、レックでは、最終合格者の方と我々講師が対談してるですね、その動画をですね、鑑定士課のホームページにアップしています。2年間分の最終合格者と我々講師の対談がですね、ホームページにアップされています。そこで各合格者が基準類似語の暗記の仕方をですね、こう喋ってくれてますので、参考になると思います。だから自分に合った暗記方法ですね、いろんな合格者喋ってますので、あ、この方法は自分に合うんじゃないかなって形でこう参考にしていただいて、できる限りこう毎日続けられる自分に合った暗記方法で早め早めに見つけていただくのがポイントということになってきます。はい、ではまたブリーチテキスト戻っていただきまして、はい、暗記の方法はって文章のところの、ね、最終段落なお書きのところを見てください。なおというところ、なお暗記において重要なのは覚えることよりも忘れないようにすること、メンテナンスが重要となってきます。暗記というのはもう暗記することも重要なんですけど、暗記したことを忘れないようにメンテナンスをチェックすることが重要です。暗記の定着度を測るということです。要はギリギリ忘れないタイミングで戻ってきてメンテナンスチェックをすることが重要なんだ。それが暗記の定着度につながってくるということになってきます。古典的な暗記の仕方というのはですね、昔ですと、まず総論第一章すべて頑張って覚えて、で次総論第二章頑張って覚えるみたいな形で、章の順番ごとに全部暗記していくみたいな、そういった暗記の仕方が昔の古典的な暗記の仕方だったんですね。で、この暗記の仕方というのは、
総論第1章から最後の各論第3章までたどり着くまでに少なくとも半年ぐらいかかると思います。半年暗記をして、では半年後にまたね、総論第1に戻ってきました。じゃあ覚えていることを確認できるかというと、ほとんど覚えていないと思います。半年後に1章戻ってきてもほぼ覚えてね、自分が覚えたことさえ忘れてるぐらいに、それぐらいですね。だから半年後に1章戻ってくるというのは、それタイミングとしては遅すぎます。じゃあどういったタイミングがおすすめかと言いますと、続きの文章、縄掛けの段落の2行目、基本的には1週間を単語として全体より多く繰り返すことで暗記を進めていくようにしましょうとなっています。まあ、1週間ぐらいが限界ですね。1週間ならば戻ってきてまた覚えてるはずです。なので1週間で総論第1章から各論第3章、まあ、12の章ですね、1週間で暗記をしていくということです。もちろん初めの暗記の時は1週間だと12の章について暗記するのは、例えばそれぞれの章のタイトルぐらいしか覚えられないと思います。それで全然十分です。目次ぐらいしか覚えられないと思います。それでも十分です。とにかく1週間で、総論1章から各論3章まで覚える、ね、それをもう繰り返し繰り返しミルフィーユの繰り返しでやっていって、とにかく1週間で暗記をできる量をどん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 増やしていく、そういった意識です。とにかく1週間ですね、戻ってくることが大事なので、1週間以上かけてしまうと戻ってきても覚えてないって状態なので、ギリギリ覚えられている1週間後に戻ってこれるように、1週間をですねタームとして総論1章から各論3章まで暗記する。で1週間で暗記できる量をですね、初めは目次程度だと思います。それを少しずつ暗記の量を増やしていって、本試験直前の1週間前の状態の時には、1週間で総論1章から各論3章すべてのね記述が1週間で言えるようにするですね、そういった状態に最終的に持っていくように、こう繰り返し繰り返し1週間で暗記できる量を増やしていくというのが、やり方ということになってきます。であとは続きますね、最終3行のまた書きのところ、また1日の最後にその日暗記した概念をおさらいすることで暗記の定着を図ることができますとなっています。睡眠中にこう理解が、ね、整理されるなんて言われたりしますので、1日の最後にその日、ね、学習した暗記した概念をです、ね、チェックしておくと、やっぱ、ね、チェックのタイミングをです、ね、繰り返し入れておくと暗記の定着度が高まってきます。まあ、1日の最後、また1週間の最後にチェックを入れるということです。それを繰り返すことによって暗記の定着度を測っていくということになっていきます。で、暗記本当に大変なんて厳しいようですが、暗記大変です。私は大学受験の時に暗記色の強い日本史が得意だったので、ちょっと暗記にちょっと自信を持っていたので、この基準留置語の暗記も結構できるかなと思ってたんですけど、すごい大変でした。やっぱ暗記大変でした。本当に大変です。でよくね、受験生から質問で、実際これ暗記できるんですかって質問を受けるんですけど、全然答えになっていないんですけど、暗記できないと受からないということです。当たり前ですけど、合格者はみんな初めはこれ暗記できるんですかって疑問を持っていたんですけど、でも実際に暗記をして受かっています。みんなやっぱり暗記をしてやっぱり合格してるわけなんですね。だから暗記からこう逃げられないということになってきます。とにかく大変です。本当に大変なんですよね。でこう暗記ってこう右肩上がりみたいに暗記してる実感がちゃんとねこう備わってくれば、すごくねやる気が出てくると思うんですけど、暗記って本当にずっと全然暗記できてない実感の低空飛行のままずっと続くんですよ。全然こう覚えてる感じがない感じがずっと続くんですね。ずっと続いて、で最後の最後でやっとポツンと上がっていくみたい なんか全体がつながってきて、やっと暗記ができてくるみたいな、そういった感じなんですよね。こうずっとね言い方で上がっていけばいいんですけど、ずっと低空飛行なんです。暗記はねできてるんですけど、実感としてはこう全然暗記できてない実感でずっと続いていきます。多分ですね、暗記できてるっていう実感が身についてくるのは1年後くらいだと思います。特に初めの 2,3 ヶ月って全然暗記できたの何なんだと思うくらいだと思います。なので初めの 2,3 ヶ月暗記できてないことで質問とかしてこないでください、ね、それは普通のことです。全然 2,3 ヶ月頑張って暗記してるんですけど、全然暗記できないんですけど、これ大丈夫です、これ大丈夫です、それが普通のことです。全然ねもう実感湧かないんです。でも実感が湧かないんですけど、暗記はできてますよ、実際に暗記できてるんですけど、ただ実感としてはずっと低空飛行です。この低空飛行で、本試験8月でその直前の6月7月ぐらいにやっとですねポクンと上がって、なんか暗記できてきたなって感じがつかめると、そこまではもうずっと低空飛行なので、そこまで本当粘り強く暗記をしていくってことです。とにかく大変です。とにかく忘れます。とにかく忘れるので、忘れることを恐れないということです。とにかくこう忘れるので、意識としては覚える時間を短くしていくみたいな、そういったイメージです。
例えば一回暗記しました、で1週間後戻ってくると全然覚えてない、でも少なくとも少しは覚えてます、やっぱ少しは覚えてますので、2回目また暗記をするときには少なくとも1回目暗記したときよりも短い時間で暗記することができます。なので繰り返し行うことによって暗記する時間を短くしていって、最終的には本試験当日にはこう0秒暗記できている状態にしていけばいいんだということです。本試験の、予定ですと8月の1日2日、その2日間の時に、基準理事項を暗記できていればいいということです。それ以降ね、忘れちゃったも全然問題ないということです。その本試験の2日間に暗記できている状態に最終的にすればいいので、とにかく粘り強くですね、なかなか実感わかんないんですけど粘り強く暗記を進めていくというのがポイントです。で、鑑定試験は努力が報われる試験と言われています。それは暗記をすればするほど、論文がちゃんと書けるようになってきて点数もちゃんとね、これつながってきます。なので努力が報われる試験ですので、粘り強く、本当大変だと思うんですけど隙間時間うまく使っていて暗記をね頑張って進めていくのが鑑定理論の対策としては非常に重要なんだということになってきます。はい、一旦ここで切っておきます。はい、以上をもちまして第2ユニット講義の方終了いたします。